皆さん、こんにちは。今回、いつもですと、こう、背景が、チャンネルアジアの、こう、看板のようなものなんですけど、今日はたまたまこの、部屋で、というようなイメージで、放送の方をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。今回のお話は、君が代についてであります。君が代の、君の持つ意味をもう一度考えてみましょうということなんですけれども、先にですね、今回の話の要点だけを申し上げますと、世界のあらゆる国家、あらゆる王朝というのは、これ歴史上登場するものですね。すべて、奪い合いとか殺し合いといったようなもので国が出来上がった。で、これに対して我が国は常に協働することで天然の災害に備える。そして誰もが豊かに安心して安全に暮らせる、そういう国を目指してきたと。そういう歴史を持ってる。で、そういう中にあって、まさに君が代という、この国家が誕生しているというふうなことが今回のお話の、まあ、要点になります。はじめにですね、この歌なんですけれども、画面の方を出しますと、こちらですね。君が代は千代に八千代にすざれ石の岩尾となりて、五家の娘までということなんですが、この君が代の君っていうのが何を意味しているかということにつきまして、だいぶ前からですね、木は男、実は女。だから、例えば、おきな、おみな、あるいは、いざなき、いざなみ。いざなき、いざなみでしたらば、いざなう木、つまり、いざなう男、いざなき、いざなうみ、つまり、いざなう女というふうなことである。あるいは、先ほど言いましたように、大きな、老人ですね。男性のおじいさん。おみなといえば、おばあさんといったふうなことで、やっぱりここでも木が男、実が女といったようなことを意味している。そういうふうな、こちらですね。いざなき、いざなみ。この、木、実というのは大和言葉でしますと、要するに木が男、実が女だと。だから、君が代は千代に八千代にすざれ石の岩を隣で国の娘までというふうに歌われますと、男と女の世は、千代に八千代に千年も八千年も、さざれ石の岩となって苔の娘までと、このような歌になってるんだという解釈が、だいぶ今普及してるかと思います。で、実はこの木、実、男と女説、君が代の君は、男と女を意味してるという説なんですけども、実はこの噂を流した、犯人って言いますか、それを仕掛けたのは、実は僕でして、ヤフーの知恵袋なんかを見てもですね、君が代の君というのは男と女を意味するんですかっていう質問があって、で、それに対して、その通りですっていう回答もあれば、いや、違ってますよという回答もある。本当にインターネットを通じて、たった一人の意見がかなり大きく影響を及ぼすようになったという意味では、一つにはありがたいということがあるんですけれども、一番根底にあるのはですね、もともと、君が代という歌は、これは、我が君は、千代に八千代に、さざれ石の岩となりて国の娘までという古今集の歌から来ておりまして、我が君はという、ここで言う君というのは、あくまでも天皇を指すというのが、これが実際のところであります。で、ところが、その君が代の君が天皇を意味しているということになりますと、天皇のために多くの軍人さんが亡くなったじゃないかと、いうふうなことで、本当にこの君が代という曲自体が、我が国の国家としてふさわしくないんだというふうなことを言い出すバカタレが世の中にいましてですね。で、あまりにもその勢いが強いと。で、それは、そもそもその君が代っていうのは、第二次世界大戦の最中に作られた歌でも何でもなくてですね。これもう今から千年以上昔の古今集に乗っかってる。しかも古今集に乗っかってる歌というのは、古今集が成立した時よりもさらに、200年ぐらい昔まで遡って歌詞を編纂していますから、
つまり、まあ、簡単に言ったらもう1100年から1200年ぐらい前からですね、ずっとこの歌はあった。で、しかも、その、重要なことは、最初は我が君はと歌われていた、この君が代がですね、次の、和漢老詠集ぐらいになってきますと、まあ、ずっと同じ歌がこう、まあ、喜びの歌として掲載されてるんですけれども、その後に編纂された和漢老詠集ぐらいになりますと、なんと歌い出しが今と同じ君が代に変わってるんですね。で、ここが実は大変重要なところでして、要するにその、初めに我が君はと歌われた君が代が、数十年もしくは100年以上の時を経てですね、いつの間にか君が代はというふうに歌われるようになった。同じようなケースとしては同期の桜という歌がありますよね。貴様と俺とは同期の桜、同じ航空隊の庭に咲くという歌うのもあれば、同じ兵学校の庭に咲くというふうに歌うものもあります。また、まあ、別な歌い方もある。つまり、その、庶民の間に、まあ、というか、まあ、多くの人々の間にこの歌が普及していくことによって、いつの間にか我が君はというものが君が代というふうに変わっていった。で、変わっていったというのは、要するにそこにより多くの人々の共感があったということと、それからもう一つは、さらに言えるのが、この君が代の歌がですね、喜びの歌として、結婚式の婚礼の儀の時に、まあ、高砂の一節として歌われるようになっていった。まあ、高砂というのは、まあ、鶴岡高砂屋という、まあ、歌い出しから始まる、これ謡曲なんですけれども、この高砂が謡曲として歌われるのと同じように、君が代もですね、君が代は、千代にや千代にというような形で、まあ、婚礼の儀の際に多くの人々たちによって歌われていった。まあ、ということは、その、ここで言う君が代というのは、まあ、ご皇室を尊崇するということを根底に置きながら、ただそれだけではなくて、やはりそこで言う、いざなき、いざなみにあるように、きは男、みは女、つまり、新郎、新婦がですね、結ばれて、そして、まあ、神の前で結ばれて、そして、長い歳月の間にですね、多くの子を設け、そしてその子がさらに結婚して孫を設け、子孫が、千年、八千年、八千年というのはまあ、本当にもう数え切れないぐらいたくさんの千年という意味なので、長い長い期間を経由してですね、その間、何千、何万、あるいは何億という新しい命となって続いていく。そのことをことほぐ歌というふうにに解釈されていったわけであります。で、その、まあ、ずっと江戸時代はですね、この君が代は、ですから結婚式の際の画家、お祝いの歌として、いろんなところでよく、多く歌われたわけですけれども、ところが、明治に入りましてね、我が国で、我が国も国歌を持つべきだと。まあ、国の歌っていうものをね、これを持つべきだと。まあ、それがないと、要するに何らかの国際的な式典の時に、その国を代表する歌というものが、まあ、よく演奏されるんだと。この演奏すべき歌がないというのは、これは困ると。いや、日本には歌っていうのは、これは君が代は、みたいにこう、まあ、漏洩するものとしてありますよと言っても、そうではなくて、楽団が伴奏をつけて、で、演奏することができるようなものでなければダメだというふうな話になりまして、で、そこで、まあ、君が代に、まあ、今の、歌詞にあたるよう、今の曲が付けられていくわけですね。で、まあ、これが要するに国を代表する歌、つまり、日本というものを、まあ、代表する歌、日本という国の歌であるというふうな形になっていきまして、で、それが定着し、で、まあ、何十年かの間に国歌として、君が代が本当にこう人々に愛されるようになっていったという歴史を持っているわけであります。で、まあそういうふうなことを踏まえてですね、君が代の君っていうものが、まあ木が男、実が女という、まあこういうふうな、説を唱えさせていただいた。
2009年ぐらいですかね。だから今からもう10年ちょっと前の話になるんですけれども、まあ、これによってですね、君が代への抵抗運動、君が代というのはもうろくな歌じゃないんだみたいなね、そういうこう抵抗運動が、まあ、昨今ではかなり低調になってきた。君が代っていうのは軍国主義の歌なんだっていうことが、まあ、あまり言えなくなってきた。まあ、それを言うと、いや、男と女が結ばれてっていうことだから、あ、それ違うんじゃないのっていう、まあ、ツッコミが入ってですね、そのツッコミに対して、いや、あくまでも天皇なんですって言い張ろうとすると、そうするとやっぱりその1000年以上前に使われた古今集の話を持ってこなければならなくなる。で、古今集の話を持ち出すということになりますと、君が代という国歌は、先の大戦中の歌ではないということに誰もが気がついてしまうわけでして、で、さらにその千年以上人々に愛され続けた歌ということであればですね、それはそれでまた別な、こう、値打ちがあるんではなかろうかと。まして千年以上続いているような国歌っていうのは、まあ、世界中探してもそうそう多くはないわけでして、まあ、多くはないどころか、まあ、事実上も2つしかないですよね。1位が日本、2位がサンマリノの共和国で 3位のデンマークはやっと1000年ギリギリぐらいっていう感じかな。まあ、そんなふうなところから、まあ、相当ですね、君が代、国家としての君が代への抵抗運動というものがこう下火になってきた、まあ、そういう効果を生んだんじゃなかろうかというふうに思っております。まあ、そこでですね、この君が代についてもう少し掘り下げてみようと思うんですけれども、それにつきましては後半でお話をしたいと思います。